こんにちは、Gです。今回は Linux のマニュアルのお話。OS に組み込まれているマニュアル、man コマンドについてです。Linux を使うとき、嫌でもターミナルのお世話になるんですが、コマンドがよくわからない。ウェブ検索しながらターミナルと向き合うのはあなただけじゃありません。ターミナルには man コマンドというオフラインマニュアルがあります。man といっても男専用じゃない。どなたでもご利用。個人的には man というとディーゼルエンジンなんですけど、知ってる人少ないだろうな。ここでの man は当然ながらマニュアルの省略形です。コマンドをちょこっと調べてすぐ作業できれば効率的ですよね。でも man で表示されるマニュアル、英語なんです。ちょっとやってみましょう。いやいや、完全じゃないけど、日本語じゃないか。いいえ、これ、man の解説だけなんです。例えば、man echo。ほら、英語でしょ？ Linux には画面のパスに最小限の多言語の man が入ってるんです。man、つまり man コマンドの man で最小限の日本語が表示されるのはそのためです。man全体を日本語化するのはとても簡単なので、各種 OS での日本語化の方法をご紹介します。言語に応じた man を表示させるにはデータインストールが必要です。ラズパイ OS では画面のようにターミナルで日本語 man をインストール。ログアウトしてログインし直すと日本語になります。Ubuntu Mateでの日本語化はラズパイ OS と全く同じです。画面のようにタイプします。ログアウトして再度ログインします。マンジャロの場合は日本語が使える環境なら標準状態でマンは日本語になっています。ただ日本語版のマンはAUR なので公式版じゃないのをご承知おきください。もちろん内容には問題ありませんが、もし日本語化されていないディストロをご利用の場合はソフトウェアの追加と削除で man-pages で検索してインストールします。早速やってみましょう。ラズパイ OS での表示です。ls はファイルのリスト表示コマンドです。Ubuntu Mateではこんな風に見えます。マンジャロだとこんな感じ。別のコマンドを表示してみます。チェンジモードはアクセス権を変更するコマンドです。それから man の基本操作は簡単なのでこの際覚えておきましょう。
やりながら解説します。スペースバーでページ送りします。エンターキーは行送り、キーボードの B で前に戻ります。スラッシュ文字列とタイプすると表示テキスト内の文字検索になります。この時 N キーで次に、シフト N キーで前に移動できます。ホイールマウスをご利用ならホイールでもページスクロールできます。それから上下矢印キーでもファンクションキーと組み合わせて行、ページスクロールできます。万を終わるのはキーボードの Q です。日本語万を使っているとき、翻訳が分かりにくくて英語原本を確認したいときがあります。そんなときは画面のようにタイプすれば、その時だけ英語表記にできます。これは OS を問わず利用できる機能です。コマンド名が複数にまたがる場合があります。そんな時は正規表現-K をつけて検索します。正規表現というのはこの場合PASS といった文字の連続ではなく、パスワードという塊として扱う方法です。言うよりやった方が早いので、例えば画面のように候補が多く表示されます。パスワード5はパスワードファイルとありますから、この万を見るには万5パスワードとタイプします。この番号にもちゃんと意味があります。画面の通りです。まあこれはそうなんだで構いません。万とは別にインフォというコマンドがあります。パッケージに関する情報は別フォーマットで提供されていて、それを読むコマンドです。例えばこんな感じ。ただしインフォの情報は英語表記の確率が高いです。 OS によって利用できるコマンドやパラメーターが異なることがあります。当然万の内容にも反映されています。微妙に違うのはミスを誘いますよね。わざとかなと思うぐらい。最後に Linux コマンドに関する書籍をご紹介します。ブラウザーで読めるまたはダウンロードできる PDF 版の書籍です。ウェブ公開されていて無料ですけど英語です。日本語文献が少ないのは大学なんかが頑張らないからなのかな。最初は Linux コマンドハンドブックです。コマンド数は多くないけど優しい解説です。次は Linux コマンドラインツールサマリー。ちょっと情報が古いんですが100ページほどなので読みやすい。最後は Linux コマンドライン。500ページ以上あって読むのはちょっとしんどい。コマンドについての勉強はネットと
ご紹介したような ebook で十分です。わざわざ買うまでもないですし、買ってもなかなか読めないですよね。ご覧いただきありがとうございました。いきなり春になりましたね。当地の桜はもう終わりました。今年は花見に行く時間がないほどに短命でしたね。今は統一地方選で選挙カーがうるさい。落ちろーとつぶやきながら笑顔で手を振っています。性格悪いって？いや、真顔で手を振ると怖いでしょ。孫は電車が来ると手を振っています。ウィル・スミスも手を振ったみたいですね。あ、今笑顔で手を振っています。さよならのつもりです。ではまた次回。